皆さんこんにちは、アズです。今回はラプンツェル風パンプキンを作っていきます。まずダイソーで買ったイミテーションベジタブルと毛糸グルーガンを使っていきます。毛糸を約70センチに5本切り1セットにまとめて、同じものを合計3セット作り、かぼちゃに貼り三つ編みしていきます。三つ編みが長くなってきたら、かぼちゃにグルーをつけ貼り付けていきます。同じように繰り返して接着していきます。お好きな長さまで来たら最後は縛ります。次に造花を使います。お好きな造花を引っ張り取っていきます。こんな感じになりました。造花の茎の部分を短く切り、グルーガンを使い毛糸の上に接着していきます。こんな感じで好きな位置に貼ってみました。最後にセリアで買ったキラキラシールを貼って完成。簡単に可愛くなるのでぜひ作ってみてね。グッドボタン、チャンネル登録よろしくね。バイバーイ。